はい、ピースケです。サクスペア、サクスペじゃない、パワーフェス、やっていきたいと思います。パワープロ2020でございます。いきましょう。サクスペ言っちゃうんだよねすいませんね、いつもサクスペなので言うてまうんですけど、許しておくんなまし。お肩が弱いんですね。で、阿部日もくれんの。とりあえず阿部日はいいか。社長、これ部長ですね。社長と部長ですね。そうだな。こっちかな。ちょっと魔物欲しいでございます。スケスケはラスボスで取っといた方がいいよね。ルーレットスタート。高校 DH あり。おい、以上のルールで試合が行われます。オッケーオッケー。守るでよくねえか。あーでも決勝もあるのか。決勝つうかそこの後もあるので、よく考えてるじゃないかたま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 レベルの問題かもしれないけどね。さあ、今大会最後の大決戦。この球場かっけえわ。優勝という目的地に向け、両チームどんなフライトプランを立ててきたのでしょうか。お前どうする決まりだ。誰が予想したでしょうか。チャレンジャー。三塁側ベンチ前には社長さん、社長さん、パワー上限。はい。さすが、さすがパワー上限、さすがパワー上限。いや食らうんかい。チームメイトが駆け寄りますが、意識は漆黒の闇の中。さあ勢いに乗るパワーフェスチャレンジャーズか、それとも最強のアラブシャア。もうやられてる、もうやられてる。あ、起きた。決着の時がやってまいりました。いいっすねー。キノコ、キノコかっこいい。こう守るにしてあげたらよかったの。目指す夢見る男子、自慢の制球力を披露。さあ注目箇所満載のゲームが今始まりました。打ちました初球打ち、内野ゴロ、一塁ぶっつけて。さあ社会人、もちろんランナーの足にも警戒です。ちょ待て待て待て、課金は怖い。たとえ打ち損じだとしても、えっ、ちょっと待って、ちょっと待って、こいつこいつエグいんだが。さあ初球、仕返しやで。社長ほどのパワーはない。ヤーベン頑張れ。ナイバッチ、うちはつなぐ野球や。届かないんや。これまだ船だね。あ、これ終わったら下降りる感じ。ゴンザラス絶不調なんだけど。見送ってボール、カウントワンボール。投げた、内角高めいっぱいストライク。第3球投げました、打ちました、いい当たり。どうすか、オッケー。パワフェスチャレンジャー同点。ツーベースでランナーを生還させちゃいます。面白くなってきました。もろずに勝ち越しのチャンス。打席には5番バッターが入ります。こういう場面で必ず結果を出してくれる選手です。期待しています。ナイバッチ、ワンバウンド吹っ飛んでセカンドへ放り投げる。つなぐ野球チャレンジャー。この回4点目、4対2。6番バッターが打席に入ります。第1球投げました、アウトコース低めいっぱいストライク。逆境が効いてたかな。投げたストライク、内角高めいっぱい。
次はどう攻めるのか。打ちました。左中間のフライ、あーここでボロリ、びっくりした。あーそっか、魔物連れてきてた、さすが。さあ1球目、初球を、これは内野へのフライだ。取りました、神奈月。第1球投げた、初球を打った、ドデドデのセカンドゴロ、ナイス、一塁へ、ナイス。チャレンジャーリードを3点に広げ、めっちゃ点取ってくれるけど、ちょっと待って、打たれてる、怖い。さあ黒獅子重工、なんとしても得点を上げたい9回です。打席には7番、いやー油断できないモブだからといって、あ、ちょっと待って、逆、今のはバカ、今のはごめんなさい。よっしゃ、あーよかった、すいません守備下手で。あ、怒ってる。優勝を決めるにふさわしい好ゲームでした。心やばいんじゃない。優勝メダルの授与、まさに韓国ヒルキナちゃんより選手取ってよ、おめでとう、チャレンジャー。え、どうしちゃったの。え、そっちこりゃまずい、よっと、これで止めるしかない、聞いてくれ。よけ邪魔やノリピー、なぜだ、あ、じゃあテノールは守ってたの。ラスボスカジ君じゃん。いい声、怖っ。今回ココロちゃんじゃなかった。うちだよねこれ、ねえ。あ、中にあったのね球場が。あざっす。かっこいい。ファイボス。歌の何？悪魔みたいな。ローレルクラウンの歯。あ、守ってたんだやっぱテゾーロは。クラウン、あ、そうだね、なんか この見た目はなんかそんな感じだね、ギリシャ神話的なね。浅くてすいません。こうやって乗り移る羽目になってしまったわ。あつ森、君を理解した。あつ森また戦うやつだね。あの男の子孫のようだな。まいましいものよ、このコーンと我が帝王の双方を手に入れた今こそハーモニー。我が声はまさしく神の声、完全なるハーモニー。そんなことはさせないぞ。能力気になるな。
なんかその音符的な折り辺、野球とやら勝負しようじゃないか。すでに用意しよう、我が元へ姿を見せい。さあ今回はどんな姿になってるんでしょう。白き彫刻がごとき姿、彫刻になっちゃったのみんな。負けてたまるか。で胸圧と社長さん来るよね、社長さん。え、心選手の心、あマネージャー、どっちえ心選手もしかして。お社長さん、社長さん来たよ。社長さん、部長さんも来たよ。部長さんも来たよ。でどうしよう。筋力足んないんだよ。よし、とりあえず頑張ろう。ラストバトル。そうだよね、高い声と低い声があればなんか神の声になれるとか、そんな音楽は単純じゃねえよって、そういうことですよ。葉っぱをつければいいんだね。ゴンザレス君、そしてメガネボーイ、やべなんか別バージョンできてるメガネボーイ、やべ。おー強そう、強そう。こっちで行こう。スケスケとピッチャー大事そうだ。キノコがいいんだ。守る絶好調だけど、あ響きの、ピッチャーの響きのだ。心シェイク投げる。熱盛もいる。これ熱盛じゃね、普通に。熱盛で、これは違うか。ファーストがいないんで。あんたファーストできないの。社長さん無理やりファーストにしよう。あ、でも西田でも強いんだね。じゃあいっか。まあ勝てば何でもいいっすよ。うわ、なんかめっちゃ白いのいっぱい来た。音楽かっけ。いやあ、ひじりじゃん。全然乗りこなせてない、やば。え、それで野球すん君たち。星空怖。熱盛かっこいいな。胸圧、打たれた。
なんか簡単にヒット打つね。国樹か。でも白すぎて誰だわかんない。ちょっと取り方下手だった。荒々しい。ちょっとフォイボスどんな敵の能力見れない。見れた。カオスハーモニーストレートだ。強いっすね。パピヨンとかおるけど、あ、イザヨイもいるね。なんか本当オールスターだ。ビブラートなしだ。うるさいわね。くそー、1点取られちったわ。タケノコ、オタマジャクシ呼ばわり。普通に普通にカイザーみたいな。ちょっときついな。今までの玉めっちゃ打ちやすかったもんな。オリストとかスローボールとかな。ちょっと打ちづれえなこれ。超えねえか。昭和の神髄見せてやる。ハーモニー。あんま上がってこない。カオスハーモニー。コースによってなんか上がる量が変わるな。やばい、強い。愚かなオタマジャクシ。うん、ムカつくな。OK。なるほど。昭和の神髄見せてやる。調和が昭和に聞こえる。ハーモニー。あ、なんだ、ギリシャじゃなくて日本か。ナイスアウト。褒めるんだね。あんま浮いてこねえ。まず一つ。まあチャンスだから。高めは浮くよね結構。ここも浮いてるな。ちょっとむずいわ。よし、チェンジアップ狙いかなこれ。これチェンジアップ狙いだな。球種見えるし。さあ、枯葉のように舞い散れ。ちょっと打っても飛ばねえんだよ。チェンジアップ、チェンジアップ、チェンジアップ。 OK。 風の音を聞け。粘ってね。オッケー。なんとか攻略しよう。愚かなオタマジャクシ。ちょっと待って。
ケツつら。めっちゃ追いついたぞ。なるほど、この音程。いや、音程じゃないっすね。そう。ちょっと待って、打ちすぎなんだよな、みんな。くらい浮くんだかまだ計算が立たない。これだとちょっとあれか、おとなしくミート打ちかな。だタケノコはミートでかいからワンチャン。あ、ダメだ。まだわかんない。てかお前キャッチャーじゃねえのか。負けそう。よく見たら友沢やこいつ。全然分かんなかった。我がハーモニーに酔いしれ。くそー、チェンジアップもう一丁くれ。よし、チェンジアップ。ストライク投げろ、チェンジアップ。 OK。 待って狙ったよね俺。ちゃんと打ちなさい。いやマジきついな。ゴンザレス頑張れ。ゴンザレスナイス。ちょ、これ危険マジで。ちょ、しっかり打ちづらい球なのやだな。取るなよ。 OK。 ランナーは溜まってきた。調和の神髄見せてやろう。愚かなおたまじゃくし。 OK。結構浮くな、やっぱ。あと1点マジ怖い。ハーモニックマイナーは知らん。やってたのに。ちょっと代打出します。社長よし。OK。 いける無理。いやー怖い。あと1点。腕じゃないの。
敬遠してきてる。これ敬遠だね完全に。やべえ舐められとるぞ。落ちろ。片付けてやくそー。守る。ねえ、危ねえ抜かれるとこだった。あれ、やばくない？ホームランやばい。危ねえ。いやでも1点取られちゃったな。ちょっとやばいやばい。ヒットだけど、まあ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 。待って。やーべえ。なあ、打てない。調和の神髄、見せてやる。よいしょ。負けた。完全なる調和。負けた、クソ。すいません。ということでリベンジします。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録とお待ちしております。皆さん、ピースの日をお過ごしください。バイバイ。